待ってるのに冒険かな友達かなさあ行こうジョージと一緒に出発知らないこと、 知らないことたくさんあるよね、 あるよね不思議なこと、 不思議なこといっぱいあるよね、 あるよねさあ探検に出ようドアを開けてワクワクドキドキ始まるよいろんなこと、 やってみようよわからないこと何でも聞いてみようきっと素晴らしいことがほら待ってるさあ行こうジョージと一緒にレモネードはいかが？何がおかしいのか説明できないこともあるけれどこれは一目で笑えますこの後もう黄色しか着ないと決めたんだああそれかレモネードの屋台だよおかげでその夏新しいサッカーボールが買えたそういえば喉が渇いたら冷蔵庫にレモネードが入ってるぞ買い置きしておいたはあ、後で帰ってから冷たいレモネードが飲めると思うと楽しみだよいい子にしてるんだぞあその半ズボンおばあちゃんのプレゼントジョージが考えていたのは半ズボンのことではなく新しいサッカーボールのことそうだ黄色い帽子の少年に習ってレモネードの屋台を出してみようよう、ジョージ。今日は暑いな。箱が欲しいの？持ってっていいぞ。これでジョージのレモネード屋さん誕生。なんだ簡単。ふああ、今日はなんて暑いんだ。あれ、それレモネードかい？ありがとう。でも全部はとても飲めない。コップかなんかないのか？これでもまだ多い。じゃあこうしよう。よしと、これくらいで十分だ。そうか、一杯のレモネードを2杯にもできるんだ。美味しかった。それじゃと、お礼をしなくちゃな。なんていい商売。世の中の人もみんなレモネードの屋台を出せばいいのに。さあ、レモネード代。ごちそうさん。どうしたらボールをもらえるんだろう。レモネードがなくなるまで頑張ってみよう。犬語も猫語もわからないけど、これはどう見てもおねだり。やれません。これでサッカーボールをゲットするんだから。でも喉カラカラのチャーキーとニョッキはそんなことお構いなし。
一杯もらおうか。あ、いや、やめとこう。アドバイスをあげよう。人は誰かが舐めたものには口をつけない。ジョージは場所を変えることにしました。困るよ、それうちでも売ってるんだ。私が君ん家へ行って今の君と同じことしたらやっぱり迷惑だと思わない？世の中には競争が嫌いな人もいます。そして忙しすぎる人たちも。ねえ、あなたにプレゼントがあるの。はい、新しいサッカーボール。サッカーボールを持ってる人もいるのに。もうやめちゃおうかな。いや待ってよ、最後にここで出してみよう。こんなとこにいたの、チャーキー。朝からずっと探してたのよ。はい、ジョージ。あら、これあなたのレモネードの屋台？それで儲かってる？やあね、お金もらわなきゃダメじゃない。やっとおじさんの言ってた意味が分かりました。稼いだお金でボールを買ったんだ。でもただでも売れなかったレモネード、どうしたらお金をもらえるんだろう。なあ、聞いたかい、アイスティーを積んだ車が動物園でこけてゾウが飲んじまったとさ。この車建設現場行く途中だったんでしょ。気の毒ね、現場の人たち飲むものなくって。特にこんな暑い日は連中喉がカラカラだろうよ。私たち同じことを考えてるみたいね。あ、うう、暑いな。お猿のレモネードはいかが？フレッシュですよ。レモネード？レモネード？あ、お猿さまさまだわ。ありがとうよ。やった、ここに来て大当たりね。帰ったみたいだ。うまそうだな。うん、合計すると、この残りを全部売らなきゃサッカーボールは買えないのに、もう誰も並んでない。なあ、そのレモネードは売り物かい？おい、まだレモネード残ってるぞ。さあ、お客様4人よ。あれ、もう2杯分しか残ってない。ジョージ、あと4杯お願い。レモネードは品切れらしい、どうすりゃいいんだ？あれです、ジョージは2杯を4杯に分ける方法を思い出しました。すっごいじゃない、ジョージ。半分半額でどうぞ。ありがとうさん。ありがたいよ、ちょっとでももらえて。
うん、ああ思った通り最高だ。うん、あの猿いいことしてくれたもんだ。すっごい、今日一日でずいぶん稼いだわね、ジョージ。あのレモネードを一滴残らず売れたもんね。あれはおじさんのレモネード。後で帰ってから冷たいレモネードが飲めると思うと楽しみだよ。喉カラカラのおじさんが帰るまでに戻しておかなきゃ。ジョージ、レモネードはどうしたんだ？あ、散歩にレモネード持ってったのか？古いのは空気が抜けてたから買ってきた。やった、ジョージはレモネードの屋台でボールをゲットしてご機嫌。その上おじさんが笑わせるからレモネードが鼻に入っちゃう。信号を守ろう。ジョージはどこにいてもご機嫌。町も田舎も大好きです。リスのジャンピーはいつも木の上、唯一安心できる場所だからです。なあ、あれジャンピーじゃないか？うん。さあ何してるんだろうな、よく見なかったよ。知りたがり屋のジョージ、謎は見過ごせません。戻って何をしてたのか見たいっていいだろう、でも忘れるな、いい子でいるんだぞ。やあジョージ、ジョージは足が速いな、都会っ子のくせして。道に作業員がいたんで何してるか見に行ったんだ。聞いてません？信号機つけてるんです。え、信号機？こんな田舎に？でもまあ進歩は止められないか。ジャンピーは大忙し、冬に備えて木の実を集めてるのです。通りの反対側にいっぱい落ちてます。おっと、この枝信号の邪魔だな。またな。ジャンピーは道を渡れず立ち往生です。これは何だろう、どうなっちゃってるの？どうしたら安全にあっちへ戻れるんだろう。
カが大好きみたい。車を止めてまで見てる。赤が好きな人は緑が嫌い。緑に変わった途端みんな行っちゃう。信号が黄色に変わるとみんなそこそこ好きなのかスピード落としてチラッと見ていく。信号はしょっちゅう変わります。これじゃ好きな色をゆっくり楽しめないんじゃないかな。はい、そうだ、もっとみんなに信号を楽しんでもらおう。まずは緑だけの信号。緑が好きな人だっているはずです。次は黄色が好きな人の信号、そして赤の信号。これが一番人気がありそうです。うわー、緑だけの信号なんて初めてだ。最高だぜ。ジョージは大喜び。緑は成功しました。ずっと赤にならない信号か。こりゃ画期的だな。止まらんで済むとは。よし、黄色も成功したようです。ちょっとこの信号ってば永遠に変わらないの。この車の行列、赤はやっぱり一番人気です。我ながら最高のアイデア。でもリスのジャンピーは喜んでいません。みんな止まってくれないから安全に道を渡れないのです。ジョージの信号が気に入らないのはジャンピーだけじゃなさそう。おい、どうなってんだ、車動かせ。どうしてみんなイライラしてんだろう。赤が嫌いならさっさと信号を通り越せばいいのに。参ったよ。これに比べりゃ船旅は極楽だね。やあ兄さん。いやあウィント、ジョージ、これは弟のウィントだ。いやあジョージ、北へ向かう途中なんだが偶然この渋滞に出くわした。一体どういうことだ。なんだあの信号。ご苦労さん、ウィント。あおお、君がしたのか。だが君は町から来たんだろ。信号は見慣れてるはずなのに決まりを知らないのか。ジョージが知っているのは歩行者専用の信号機。他の信号機は車専用で猿には関係ありません。それはまあ、君は小猿だから仕方ないが、信号の決まりはみんなが守らなきゃならないんだぞ。簡単なことだ。緑は進んでいいという意味、黄色は注意、赤は止まれという意味だ。信号がついている間は絶対に邪魔しちゃいかん。わかったな、ジョージ。しかしこんな田舎の道にどうして信号なんかつけたのか意味がわからん。信号が消えた。まあいいか、昨日までなかったんだから。でも昨日まではジャンピーが道を渡れる木の枝がありました。
そうだ、ジャンピーを助ける方法がある。今や信号の決まりをバッチリ覚えたジョージ、自分が信号になればいいのです。ジョージが仕切ってから信号は前よりうまく働いています。少なくともリスから見れば。ジョージ、約束したろ、信号の邪魔はしないって。な、ああ、信号が消えちゃったってのか？ああ、悪かったな、ジョージ。だが、降りて。あれ、ここでよく見るリスだな。高い木の枝を伝って道を渡ってる。リスの通り道の枝を切ったのか、信号のために。こんな信号機必要ない、さほど車も通らんのに。まあとにかくジョージ、リス君、ニワトリ親子のみんな、この件は私が必ず解決するからな。それが仕事だ。ここに信号機がつけられたのは間違い。実は町の真ん中につくはずでした。クイント兄弟は枝が十分伸びるまでリスのために臨時の橋を架けてくれました。町に戻ったら信号機を調べてみよう。お猿の出番があるかも。店じまいセールでの買い物はとってもお得。ジョージは最高にご機嫌な気分です。いや、最高のまだ上があるかも。メイベルデパートに新しく手作りチョコのお店が入ったのです。なんて美味しそうなのかしら、このブルーのチョコ。どうしても食べてみたいわ。でもこんな荷物持ってたら入れない。ピラミッド型に積むとピンクがもっと可愛く見えません？
うん。菱形にも積みたいんですけど、倒れちゃって。菱形？まだ未完成なの。ケイリーのチョコショップへようこそ。私がケイリー。今日は小さい箱を4ついただいてくわ。嬉しい。今日初めてのお客様だわ。早くチョコが食べたくて家まで待ちきれません。ジョージの箱には4つしか入ってないぞ。2つ足りないよ。じゃあ私の2つを取りなさい。味見したいだけだから。僕に残り3つちょうだい。誰かが我慢するなんてフェアじゃない。ジョージは正しいことをします。あー、やっぱり崩れちゃう。あら、あと2つ欲しいの。2つ入っていなかったってこと？本当は食べちゃったんじゃないの？真っ白。チョコは食べてないってことね。それにしても綺麗な歯。好きなチョコ2つ選んで。開けてみてがっかりしたでしょ。うちで詰めたから猫に気を取られてうっかりしちゃったんだわ。あら大変。もっとチョコを取ってこなきゃ。でもお店開けられないし。そうだ、あなたお店番しててくれない？あなた正直だから信用できる。どうせ今日はお客さん少ないし。私が戻るまでチョコを見ててね。それじゃあよろしく。不思議なひし形。作ってみたら意外と簡単かも。やってみようと。他の形になら詰めるのに。色より形で分けた方が良さそう。ジョージは仕事に専念します。まさかお客さんが来るとは。妻にチョコを一箱送りたいんだ。ミントはあるかい？これがミントか？じゃあそこにあるのは？いや、それはミントじゃなさそうだ。このブルーチョコの中身も同じ。ミントじゃありません。味についての説明書はないのか？ああ、いや、まだ他にも買い物があるから済ませてからまた戻ってくるよ。ミントどこかにあるはず。そうか、同じ色のチョコレートは同じ味だ。つまり全部食べなくてもそれぞれ一つずつ食べてみればいいんだ。どうも。ピンクを8つと緑を4つ、箱を2つにして。ピンク8つと緑4つを同じように分けてくれる？これじゃいけないわけ。なんとまあカラフルなチョコだな。あ、ピンクのをもらおう。黒も食べてみるか。
ルーをくれ。半分じゃないか。これじゃ金も半分しか払えん。残りの半分はどこ？ちょっとね、まだなの？バスに乗り遅れちゃうわ。白いのをくれ。いや、赤だ。ああ、ブルーをもう一つ。早く箱に詰めたいのに邪魔ばっかり。好きなのどうぞ。あらま、ただでチョコをもらえるの？ちょうだいちょうだいちょうだい、ママちょうだい。私のどうなってるの？早くして。みんな静かにしてよ。これじゃ落ち着いて考えられない。見ろ、チョコの味見させてるぞ。あら、お客様、嘘みたい。ピンクが8つと緑が4つね。それ箱2つに詰めて。おお、今すぐに。あはあ、ありがとうございます。ミントチョコ1箱もらいたいんだけど。はい、ただいま。ああ、飛ぶように売れたわね。ほんと最高だわ。ケイリー、チョコの味見どうも。うん、うまかったよ。チョコの味見ですって？嘘でしょ、タダであげちゃったの？売れたのはたった25個なのに190個もタダであげてる。これじゃあもう材料買うお金がない。つまりチョコレートを作れないってことなのよ。ここにあるのが売れたらおしまい。そしたら店じまい。ああ、もういいのよ。知らなかったんだもの。もう家へ帰るしかありません。帰り道は遠くて悲しい気持ちでいっぱい。石型になってる。お猿さん、ジョージはやりきれない気持ちです。チョコを食べる気にもなれません。へえ、すごい。ブルーのチョコレートなんて初めて見たよ。これ美味しいじゃないか。明日の朝一番にこのチョコもっと買いに行こう。ケイリーは二度とジョージに会いたくないはずです。いや、来ないで。私のチョコみんなにばらまいちゃった猿なんか大嫌い。ジョージはさりげなくケイリーと会わないように努めます。ネクタイなんかいらないだろ。チョコを買いに行こう。わあ、なんだか出遅れた感じだな。それも。あら、お猿さん、ね、手伝ってくれない？ただで配ってくれたおかげでこの通り。みんな次々買いに来てくれてる。箱詰めお願い。どんどん売り切れちゃったわね。しかも予約がいっぱい入ったの。これでたくさん材料が買える。ジョージ、お前あんなに手際よかったんだな。帰ったらクローゼットの整理だ。じゃあ私材料買いに行ってくる。あ、お店見ててもらえる？ミント2ダース、ピンク15個、白11個、16箱に詰めてくれ。この後がややこしいんだが。ブルー13個、緑8個、黒と白が各1個、赤4個、白5個、ブルー6個。これは何箱でもいい。紫の三角19個と筒型の53個は小さい箱に入れてくれ。それからブルー131個だけ。ジョージ！
レスキュー隊出動。ジョージはいつものように友達を呼びます。でも相手はコンパス。止まり方もユニークです。ジョージもコンパスもお互いが大好き。だけどジョージって何の動物だろう。本人はすっかり鳩のつもり。大丈夫かジョージ。まずい、じっとしてろ。いいもの持ってくるから。やんちゃなジョージもこうなってはおじさんが戻ってくるまでじっとしているほかありません。え、バター。いや、食べるんじゃなく足に塗って滑りを良くする。よし、足を抜いてごらん。ダメか。じゃあ消防署に頼むしかないだろうな。あそこならどんな道具でも揃ってる。レスキュー隊出動。人が猿の檻に閉じ込められています。なんで人が猿の檻に。変な仕事ばっかりだな。おお、人が猿の檻に閉じ込められてると思ったら、お猿の君が椅子にはまり込んでたのか。大丈夫かジョージ。やっぱり変な仕事だ。うん、変な顔。手っ取り早く切っちゃおうか。切るのは足じゃなく椅子。まずこの道具を試してみよう。隙間を広げるから足を抜くんだ。いいなジョージ。さあこれでどう。いいんだよ、これも消防署の仕事だ。うちの消防署だけだろう。よくかけてる。そうだジョージ、消防士さんたちにお礼としてこの絵あげたらどうだろう。また逃げ出したのかい。そう、今月はこれでもう10回目なんです。あいつ脱走の名人ですよ。あ、いや名犬か。じゃあ私たちも注意したく。どうも。すっごくいい絵、壁に飾っとく。よかったな。さあジョージ、もう帰ろ。いてもいいですよ、署のマスコットとして。わかったよ、じゃあ楽しんどいで。ただし署のマスコットなんだからいい子でいいろ。待ちきれない。ジョージは消防署の中を見て回ります。ジョージ、あ、ジョージ、ねえ、上でジョージ見なかった。見てないよ、俺たちだけ。このポールの上には別の部屋があるのか。レスキュー隊出動。犬が木から降りられません。おお、そこにいたのかジョージ。おい、いたぞ。待てよジョージ、ジョージを見つけたぞ。どうやってあそこまで登ったんだろう。うちには変な仕事ばっかり来るよな。
しごが短くてチャーキーまで届かない。ジョージは別の道具を指さします。ダメだ、木を切り倒すことはできない。知り合いみたいね。へえ、いい犬だな。署に連れて帰ろう。誰かが家出犬届を出してるかも。おっとなあ、おい、お前ほんと元気いいな。飼い主が見つからなければ署のマスコットにしてやる。ダメ、うちのマスコットはジョージよ。いや違うね、ダルメシアンだ。消防署のマスコットは昔からこれだ。猿でも家出犬でもない。もうちょっと、あんたのマスコットなんだよ。こっち来い。待ちなさい。なんて太くてぺったんこのロープ、こんな太いんだもの。大事なものにつながってるに決まってる。アンディ、君のマスコットはお利口さんだな。やってみる？これをして。さあみんな、訓練の時間よ。訓練？ここにある道具がどう使われるか見るいいチャンスです。そしてジョージもエアバッグを体験。お猿ははしごなんか楽楽。これなんだろう。空気を抜くのか。巻き方はバッチリ覚えてます。やだ、止めて。マスコットなんかもういらない。レスキュー隊出動。ハトがクジラに飲み込まれています。変な、言わないで。あー、すぐ来てくれて助かったわ。こんにちは、ジョージ。どうしたんですか？ほら、あのハト、外に出たと思ったらまた入ってきちゃったの。方向感覚が全くないみたい。そんなハトはコンパスしかいません。下手くそなハト真似だと思ったらやっぱりあれはジョージだ。ジョージは俺より友達が多いな。好きに飛んでる。いずれあの窓から出ていくさ。捕まえなくちゃ。どうやって？消防車はここに入らないし、はしごだって届かない。ロープと滑車だ。恐竜の尻尾から遠すぎる。クジラに穴を開けてハトを出すってのはどうだ？穴を開けるのはちょっと。ジョージが何の動物であっても。見て、ジョージがハトを捕まえたわ。コンパスのことはよく知っています。ジョージは奥の壁を指さしました。コンパスはその壁目指して飛んでいきましたが、
思った通り的を外れて無事脱出。やったー、いいぞ上司、やったやった。ジョージ訓練通り飛んで。ジョージは家に返しましょう。犬の飼い主も見つけないと。この子の飼い主なら知ってる。ジョージ、あなたはもうマスコットじゃない。その代わりクジラの中からハトを助けた勇気ある行動によりあなたを第86レスキュー隊のサル隊員と認める。第86レスキュー隊の装備は完璧。でも時に猿の手を借りたいこともあるのです。レモネードはいかが？何がおかしいのか説明できないこともあるけれど、これは一目で笑えます。この後もう黄色しか着ないと決めたんだ。ああそれか、レモネードの屋台だよ。おかげでその夏新しいサッカーボールが買えた。そういえば喉が渇いたら冷蔵庫にレモネードが入ってるぞ。買い置きしておいた。はあ、後で帰ってから冷たいレモネードが飲めると思うと楽しみだよ。いい子にしてるんだぞ。その半ズボン、おばあちゃんのプレゼント。ジョージが考えていたのは半ズボンのことではなく新しいサッカーボールのこと。そうだ、黄色い帽子の少年に習ってレモネードの屋台を出してみよう。ようジョージ、ふう今日は暑いな。あ、箱が欲しいの？持ってっていいぞ。これでジョージのレモネード屋さん誕生。なんだ簡単。ふう、ああ今日はなんて暑いんだ。あれ、それレモネードかい？ありがとう。でも全部はとても飲めない。コップかなんかないのか？
これでもまだ多い。じゃあこうしよう。はあ、よしと、これくらいで十分だ。そうか、一杯のレモネードを2杯にもできるんだ。美味しかった。それじゃとお礼をしなくちゃな。なんていい商売。世の中の人もみんなレモネードの屋台を出せばいいのに。さあレモネード代、ごちそうさん。どうしたらボールをもらえるんだろう。レモネードがなくなるまで頑張ってみよう。犬語も猫語もわからないけど、これはどう見てもおねだり。たくさんはやれません。これでサッカーボールをゲットするんだから。でも喉カラカラのチャーキーとニョッキはそんなことお構いなし。へえ、一杯もらおうか。あ、いや、やめとこう。アドバイスをあげよう。人は誰かが舐めたものには口をつけない。ジョージは場所を変えることにしました。困るよ、それうちでも売ってるんだ。私が君ん家へ行って今の君と同じことしたらやっぱり迷惑だと思わない？世の中には競争が嫌いな人もいます。北へ向かう途中なんだが偶然この渋滞に出くわした。一体どういうことだ？ん？ん？なんだあの信号。ご苦労さんウィント。おお、君がしたのか。だが君は町から来たんだろう。信号は見慣れてるはずなのに決まりを知らないのか。ジョージが知っているのは歩行者専用の信号機。他の信号機は車専用で猿には関係ありません。それはまあ、君は小猿だから仕方ないが、信号の決まりはみんなが守らなきゃならないんだぞ。簡単なことだ。緑は進んでいいという意味、黄色は注意、赤は止まれという意味だ。信号がついている間は絶対に邪魔しちゃいかん。わかったな、ジョージ。しかしこんな田舎の道にどうして信号なんかつけたのか意味がわからん。信号が消えた。まあいいか、昨日までなかったんだから。でも昨日まではジャンピーが道を渡れる木の枝がありました。そうだ、ジャンピーを助ける方法がある。今や信号の決まりをバッチリ覚えたジョージ、自分が信号になればいいのです。
し切ってから信号は前よりうまく働いています。少なくともリスから見れば。ジョージ、約束したろ、信号の邪魔はしないって。ああ、信号が消えちゃったってのか？ああ、悪かったな、ジョージ。だが、降りて。あれ、ここでよく見るリスだな。高い木の枝を伝って道を渡ってる。リスの通り道の枝を切ったのか、信号のために。こんな信号機必要ない、さほど車も通らんのに。まあとにかくジョージ、リス君、鶏親子のみんな、この件は私が必ず解決するからな。それが仕事だ。ここに信号機がつけられたのは間違い。実は町の真ん中につくはずでした。クイント兄弟は枝が十分伸びるまでリスのために臨時の橋を架けてくれました。町に戻ったら信号機を調べてみよう。お猿の出番があるかも。での買い物はとってもお得。ジョージは最高にご機嫌な気分です。いや、最高のまだ上があるかも。メイベルデパートに新しく手作りチョコのお店が入ったのです。なんて美味しそうなのかしら、このブルーのチョコ。どうしても食べてみたいわ。でもこんな荷物持ってたら入れない。ピラミッド型に積むとピンクがもっと可愛く見えません？うん、ひし形にも積みたいんですけど倒れちゃって。ひし形？まだ未完成なの。ケイリーのチョコショップへようこそ。私がケイリー。今日は小さい箱を4ついただいてくわ。嬉しい、今日初めてのお客様だわ。早くチョコが食べたくて家まで待ちきれません。Ha ha ha!
ジョージの箱には4つしか入ってないぞ。2つ足りないよ。じゃあ私の2つを取りなさい。味見したいだけだから。僕に残り3つちょうだい。誰かが我慢するなんてフェアじゃない。ジョージは正しいことをします。あー、やっぱり崩れちゃう。あら、あと2つ欲しいの。2つ入っていなかったってこと。本当は食べちゃったんじゃないの。真っ白、チョコは食べてないってことね。それにしても綺麗な歯。好きなチョコ2つ選んで。開けてみてがっかりしたでしょ。うちで詰めたから猫に気を取られてうっかりしちゃったんだわ。あら大変、もっとチョコを取ってこなきゃ。でもお店開けられないし。そうだ、あなたお店番しててくれない。あなた正直だから信用できる。どうせ今日はお客さん少ないし、私が戻るまでチョコを見ててね。それじゃあよろしく。不思議なひし形。作ってみたら意外と簡単かも。やってみようっと。他の形になら詰めるのに。色より形で分けた方が良さそう。ジョージは仕事に専念します。まさかお客さんが来るとは。妻にチョコを一箱送りたいんだ。ミントはあるかい。これがミントか。じゃあそこにあるのは。いや、それはミントじゃなさそうだ。このブルーチョコの中身も同じ、ミントじゃありません。味についての説明書はないのか。あ、いや、まだ他にも買い物があるから済ませてからまた戻ってくるよ。ミントどこかにあるはず。そうか、同じ色のチョコレートは同じ味だ。つまり全部食べなくてもそれぞれ一つずつ食べてみればいいんだ。どうも、ピンクを8つと緑を4つ、箱を2つにして。ピンク8つと緑4つを同じように分けてくれる。これじゃいけないわけ。なんと、まあカラフルなチョコだな。あ、ピンクのをもらおう。黒も食べてみるか。次はブルーをくれ。半分じゃないか。これじゃ金も半分しか払えん。残りの半分はどこ。ちょっとね、まだなの。バスに乗り遅れちゃうわ。白いのをくれ。いや、赤だ。ああ、ブルーをもう一つ。早く箱に冷たいのに邪魔ばっかり。好きなのどうぞ。あらま、ただでチョコをもらえるの。ちょうだいちょうだいちょうだい、ママちょうだい。私のどうなってるの、早くして。みっ、あ、
そして忙しすぎる人たちも。ねえ、あなたにプレゼントがあるの。はい、新しいサッカーボール。サッカーボールを持ってる人もいるのに。もうやめちゃおうかな。いや待ってよ、最後にここで出してみよう。こんなとこにいたの、チャーキー。朝からずっと探してたのよ。はい、ジョージ。あら、これあなたのレモネードの屋台？それで儲かってる？やあね、お金もらわなきゃダメじゃない。やっとおじさんの言ってた意味が分かりました。稼いだお金でボールを買ったんだ。でもただでも売れなかったレモネード、どうしたらお金をもらえるんだろう。なあ聞いたかい、アイスティーを積んだ車が動物園でこけてゾウが飲んじまったとさ。この車建設現場行く途中だったんでしょ。気の毒ね、現場の人たち飲むものなくて。特にこんな暑い日は連中喉がカラカラだろうよ。私たち同じことを考えてるみたいね。ああ、暑いな。お猿のレモネードはいかが？フレッシュですよ。レモネード？レモネード？あ、お猿様様だわ。ありがとうよ。やった、ここに来て大当たりね。帰ったみたいだ。おお、うまそうだな。うん、合計すると、この残りを全部売らなきゃサッカーボールは買えないのに、もう誰も並んでない。なあ、そのレモネードは売り物かい？おい、まだレモネード残ってるぞ。さあ、お客様4人よ。あれ、もう2杯分しか残ってない。ジョージ、あと4杯お願い。レモネードは品切れらしい。どうすりゃいいんだ？あれです、ジョージは2杯を4杯に分ける方法を思い出しました。すっごいじゃない、ジョージ。半分半額でどうぞ。ありがとうさん。ありがたいよ、ちょっとでももらえて。ああ、思った通り最高だ。あの猿いいことしてくれたもんだ。すっごい、今日一日でずいぶん稼いだわね、ジョージ。あのレモネードを一滴残らず売れたもんね。あれはおじさんのレモネード。後で帰ってから冷たいレモネードが飲めると思うと楽しみだよ。喉カラカラのおじさんが帰るまでに戻しておかなきゃ。ジョージ、レモネードはどうしたんだ？あ、散歩にレモネード持ってったのか。
古いのは空気が抜けてたから買ってきた。やった、ジョージはレモネードの屋台でボールをゲットしてご機嫌。その上おじさんが笑わせるからレモネードが鼻に入っちゃう。信号を守ろう。ジョージはどこにいてもご機嫌。町も田舎も大好きです。リスのジャンピーはいつも木の上、唯一安心できる場所だからです。なあ、あれジャンピーじゃないか。うん、さあ何してるんだろうな、よく見なかったよ。知りたがり屋のジョージ、謎は見過ごせません。戻って何をしてたのか見たいって。いいだろう、でも忘れるな、いい子でいるんだぞ。ジョージは足が速いな、都会っ子のくせして。道に作業員がいたんで何してるか見に行ったんだ。聞いてません？信号機つけてるんです。え、信号機？こんな田舎に？でもまあ進歩は止められないか。ジャンピーは大忙し、冬に備えて木の実を集めてるのです。通りの反対側にいっぱい落ちてます。おっと、この枝信号の邪魔だな。またな。ジャンピーは道を渡れず立ち往生です。これは何だろう、どうなっちゃってるの。どうしたら安全にあっちへ戻れるんだろう。大好きみたい。車を止めてまで見てる。赤が好きな人は緑が嫌い。緑に変わった途端みんな行っちゃう。信号が黄色に変わるとみんなそこそこ好きなのかスピード落としてチラッと見ていく。信号はしょっちゅう変わります。これじゃ好きな色をゆっくり楽しめないんじゃないかな。そうだ、もっとみんなに信号を楽しんでもらおう。
ずは緑だけの信号。緑が好きな人だっているはずです。次は黄色が好きな人の信号、そして赤の信号。これが一番人気がありそうです。うわあ、緑だけの信号なんて初めてだ。最高だぜ。ジョージは大喜び。緑は成功しました。ずっと赤にならない信号か。こりゃ画期的だな。止まらんで済むとは。よし、黄色も成功したようです。ちょっとこの信号ってば永遠に変わらないの？この車の行列、赤はやっぱり一番人気です。我ながら最高のアイデア。でもリスのジャンピーは喜んでいません。みんな止まってくれないから安全に道を渡れないのです。ジョージの信号が気に入らないのはジャンピーだけじゃなさそう。おい、どうなってんだ、車動かせ。どうしてみんなイライラしてんだろう。赤が嫌いならさっさと信号を通り越せばいいのに。ジョージ、ったく参ったよ。これに比べりゃ船旅は極楽だね。やあ兄さん。やあウィント。ジョージ、これは弟のウィントだ。やあジョージ。